おい、コナミ。俺は今日、君たちに、どうしても言いたいことがあるんだ。10月22日に、実装してくれる新パックのことだ。新パックでは、DDD 強化。ありがとう。なぜか知らんが、時計塔今更の強化。これもありがとう。EM ガトリングール？ぶっ壊れじゃねえか。ありがとう。そんなことはどうでもいいんだ。そんなことはどうでもいい。俺が今日言いたいのは、宝玉獣デッキの強化についてだ。宝玉の守護者、そして宝玉の先導者、この2体の宝玉神器、よく見てみろコナミ。この2体ペンデュラムモンスターだよな。知ってるかコナミ、遊戯王デュエルリンクスってのはな、魔法トラップゾーンが3枠しかねえんだよ。この2体の宝玉カードのどっちかでもとりあえずペンデュラムゾーンに置いてみろ。わかるか、もう宝玉獣カードを置くスペースが2個になるだろう。魔法トラップゾーンが2つになったらどうなるかわかるか。このペンディラム宝玉のやつら自体が宝玉獣じゃないから、もう二度とレアバリューは発動できないんだよ。もう二度と宝玉の導きも発動できないんだよ。わかるか、宝玉カードの中に腐るカードが山ほどあるんだよ。宝玉エアップか、宝玉がどんなデッキか知ってるか。もう一個聞きたいことがあるんだよコナミ。ヨハンにペンディラムゾーンを増やすスキルはあったか。ないよな。少なくとも俺の記憶ではそんなものはない。宝玉って誰のデッキか知ってるか、誰が使っていたデッキか知ってるか。アニメでコナミ、ヨハンのデッキなんだよ。なあコナミ、宝玉エアップか、宝玉デッキ触ったことあるのか。適当にカード実装してんじゃねえぞ。まともな神経してるやつがな、このカードの実装決めたらまず間違いなくヨハンのスキルも同時に修正するんだよ。わかるだろ。なあコナミ、君らが言ったんだよな、デュエルリンクスはキャラゲーですって。デュエルリンクスはキャラゲーなんだろ。公式で君らが言ったんだぞ。ヨハンのキャラデッキはなんだ、ヨハンのキャラデッキはなんだ。そうだ、宝玉だろ、宝玉だよな。ヨハンで宝玉ペンデュラム貼ったら腐るカードが山ほどある。これどういうことだ、舐めてんのか。なあ、舐めてんだろ。舐めんのもいい加減にしろよコナミ。いいかコナミ、俺から君らに言いたいことは一つだけだ。今すぐにヨハンにペンデュラムゾーンを追加するスキルを実装しろ。願わくばヨハンの受け継がれる宝玉スキルにペンデュラムゾーンを追加する文言を付け加えろ。今すぐにだ。これだけだ、今日言いてえのはこれだけだ。いいか、今すぐにだ。あ、あったあった、まあいろいろ大人の事情もあるだろうからな。あった、明日まで待ってやる。明日までに実装されなければ俺は動くぞ。期限は明日までだ。いいか、明日までだ。いいかコナミ、いつまでも俺が穏やかに君らの動向を見守っているだけだと思うなよ。俺はいつでも動くぞ。いいか、連絡待ってるぞ。ご視聴ありがとうございました。